製造、販売しているセダンとステーションワゴン。アテンザ、マズダ6の3世代目にあたる。グッジョブ系は、日本では、アテンザとして、日本国外では、マズダ6として販売されてきた、D セグメントクラス乗用車の3世代目の形式系、列名である。グッジョブ系には、セダンとステーションワゴンの2種類がラインアップされ、セダンの形式はグッジョブ FP 型。 ワゴンの形式はグッチョブ FW があったとなる。先代 GHK までは日本市場においてのみアテンザの名前で販売され、それ以外の国ではマズダー6として販売されていたが、グッチョブ系からは中国市場においてマズダー6アテンザの社名で販売されている。また、2代台まではハッチバックモデルも設定されていたが、ハッチバック購入層の大半がデザインを理由に、 選んでいたというマーケティングリサーチの結果から、セダンのデザイン性向上を理由に、クッチオブ系では廃止されている。マツダには、価格帯で、アテンザ、マズダ6と同等かあるいは上回る MPV や CX-9 などの存在があり、以前のアテンザはマツダを代表する、フラッグシップモデルとしての扱いではなかったが、今世代からはマツダを体現する。 フラッグシップモデルとして開発が行われている。2012年8月2日より、山口県豊富市の松田豊富第二工場において生産が開始され、同年8月29日より、ロシアで開催されたモスクワ国際モーターショーにおいて、セダンモデルが公開、9月26日にはフランスで行われたモンディアルドロトモビルにおいて、ワゴンモデルが公開された。ロシアで、 ワールドプレミアを行ったのは欧州債務危機により経済が伸び悩むユーロ圏とは異なりロシアは成長市場であることまたマツダにとってはロシアが米中非合ガに次ぐ販売規模を持つ市場であり特にマツダ6の属するセグメントのマツダのシェアが大きいことが理由であるロシアにおいては当初は日本からの輸入販売を行っていたが二0 1三年四月からは ロシアの自動車メーカー、ソラーズとの合弁で、ウラジオストク工場での現地生産を開始した。サンボックススタイルのセダンが好まれ、マツダの販売の半数以上はテンザが占める、中国市場においても、当初は日本からの輸入という形をとっていたが、2013年から第一記者によって現地生産が開始された。一方、仙台、 GHK の生産を行っていた北米においては、北米の松田とフォードモーターの合弁会社、r イにおける生産中止に伴い、グーチョブ系より日本生産者の輸入販売となる。2014年11月に開催されたロサンゼルスオートショーにおいては、フェースリフトを行い、内装のデザインを一新した大幅改良モデルが発表された。大幅改良後のモデルは日本よび、 北米市場においては2015年1月に発売される。2019年8月1日発売の一部改良モデルより日本向けにおいてもマズダ6のブランドネームを使用することとなった。マイナーチェンジ時に派生モデルの社名が変更事例は過去にもあるがフルモデルチェンジを伴わない社名の全面変更はあまり例がないという。 SHVPTR 型エンジングッジョブ系には、マツダの新世代技術であるスカイアクティブテクノロジーが投入されている。パワーユニットには、ガソリンエンジンとして直噴スカイアクティブ。G エンジンの直列4機等2.0リットルのポリエチレン VPR 型と、同じく2.5リットルの PYVPR 型の2種類が、そしてディーゼルエンジンとして直噴スカイアクティブ。 D エンジンの2.2リットル自家4ターボの SH VPT-R 型エンジンが用意される。トランスミッションには、スカイアクティブドライブ6速 AT 及び、スカイアクティブ MT6 速 MT が用意される。ボディ構造は軽量化、光合成化された、スカイアクティブボディ、そして新開発のフロントストラット、リアマルチリンクサスペンションを採用し、光合成化。 14%軽量化を果たした車シ子シスカイアクティブシャーシーが用いられる。低燃費技術としてはアイドリングストップ機構のアイストップに加えてアクセルオフ時の減速エネルギーをオルタネーターを利用して改正して電気二重層キャパシターに蓄えアイドリングストップ時も含めて電装に使用する減速エネルギー改正機構アイループが装備された。ワゴンはセダンに比べて ホイールベースが 80mm、全長が 60mm、短いため、ワゴンのリアオーバーハングはセダンに比べて長く、そのため、走行安定性の確保が難しくなるため、後輪上部の構造を強固に作り、サスペンションを安定思考のセッティングとすることによって機敏性よりも後輪の設置性を優先させている。2015年1月の大幅改良では、 新構造のショックアブソーバーが採用され、NVH 性能は荒れた路面走行時で約10%、高速走行時で約25%低減されている。また、2.2リットルディーゼルエンジン搭載車に 4WD モデルが新たに設定される。強よ松田のデザインテーマ、魂道、層量部モーションを取り入れており、魂道を最初に体現したコンセプトカー、 強のデザインテーマを中級世代に焼き直したコンセプトカー U を量産化したものである。そのデザインは高く評価されており、2013ワールドカーデザインオブザイヤーのベスト3に選ばれたほか、カースタイリング誌の2012から2013日本カーデザイン大賞レッドドットデザイン賞も受賞している。u ピラーの付け根は GHK に対して 100mm 交代されており、よりロングノーズとしている。ホイールには17インチと19インチが採用されるが、19インチホイールはデザイナーからの要求により設定された。セダンとワゴンはフロントドアより前方は共通で、それ以後のデザインが異なっている。セダンでは居住性が重視され、ワゴンでは過失の広さが重視されるため、 セダンはホイールベースを長く取り、一方でワゴンはホイールベースを短くしてタイヤ及びサスペンションの張り出しを前に寄せている。2012年販売型室内水平基調のインパネデザインを取っており、2012年販売型モデルの内装レイアウトやシートは CX-5 とほとんど同一である。2015年1月の大幅改良では内装デザインを一新しており、 BM、バイケー、マツダさん、アクセラより採用されているハミーのコンセプトである、ヘッズ、アップコックピットを採用したダッシュボードとしている。2015年1月の大幅改良では、エクステリアデザインにも変更が施されており、フロントグリルやバンパーの形状が変更されるなど、フロントフェースが変更されたほか、テールランプのデザインも変更されている。マツダ6ワゴン19インチホイール。 装着車ワゴンモデルは、欧州をメインターゲット市場としており、需要のある欧州及び日本、欧州使用には設定されるが、北米、ロシア及び中華圏使用者には設定されていない。日本使用者は、セダン、ワゴンともに、ディーゼル車には、XD 及び XDL パッケージの2グレードが用意され、ガソリン車には2リットルエンジン搭載の、 20S と2 5リットルエンジン搭載の 25SL パッケージが用意される。L パッケージは全席パワーシートや19インチホイールなどが装備される上位グレードである。トランスミッションはディーゼル車については XD、XDL パッケージとも 6AT と 6MT から選択できるがガソリン車はすべて 6AT 車のみとなる。 2015年1月の大幅改良では、XD 系のグレード 24WD モデルが新設定されるほか、20S および XD には、防限ハイビーム機構付きのアダプティブ LED ヘッドライトのほか、後方や速報からの接近車両を警告する、ブラインドスポットモニタリング及び、レーンキープアシストシステムを標準装備した新グレード、プロアクティブが設定される。 北米使用者には2.5リットルガソリンエンジンのセダンモデルのみが設定され、下からスポーツ、ツーリング、グランドツーリングの3グレードが用意される。グランドツーリングは AT のみの設定だが、それ以外のグレードでは AT と MT が選択できる。ツーリングには19インチホイール、運転席、パワーシート、合成比較シートなどが追加装備され、グランドツーリングにはさらに カーナビゲーションシステム、オーズサラウンドサウンドシステム、本川シート、助手席、パワーシート、キーレスエントリー、LED デイライト、ムーンルーフ、無敵感知式ワイパーなどが装備される。香港仕様、ツダスピード欧州向けは、グレード構成は、シムケ国により異なるが、セダンとワゴンの両方が設定される。日本使用車や北米使用車とは異なり、アイループは、 全車には標準装備されず、一部グレードにのみの装備となる。また、2.5リットルエンジンモデルも設定されておらず、2リットルガソリンエンジンと2.2リットルディーゼルエンジンの2種類が用意され、全車にマニュアル車が設定されて、ディーゼル車にのみ AT 車が設定される。公衆仕様もセダン、ワゴンともに設定されるが、2.5リットルガソリンエンジンと、 ディーゼル車の2種類がラインアップされ AT 車のみが用意される。なお、公衆使用は社名こそマツダ6であるが最上級使用車にはアテンザのグレード名が完成られる。ロシア使用車はセダンガソリン車のみのラインアップで AT 車、MT 車ともに用意されるが2.5リットル車は AT のみとなる。中国市場においては2.0リットルの AT 車の セダンのみの1グレードの販売となり、先代モデルが併売される関係で社名が、国際標準名の、マツダ6ではなく、マツダ6アテンザとなる。これに対し、香港市場では、セダン AT 社のガソリン2.5リットルと、ディーゼルに各1グレードずつの計2種類。台湾市場では、セダン AT 社のガソリン2.0リットルに2グレードと、ディーゼルに1グレードの、計3種類が用意される。 香港仕様は中国仕様同様にセダンのみの設定となるが、エンジンは日本仕様と同じく2.0リットル &2.5 リットルガソリン、そして2.2リットルディーゼルの3種が用意される。また、香港仕様専用設定として2.2リットルディーゼルには、マズダスピードの名が完成られたグレードが存在する。ありがとうございます。